みなさんこんにちはボタニカルショップカノハの吉岡です今日はこだち製ベゴニアの紹介をしたいと思います綺麗でしょこだち製ベゴニアこだち製というのは地中に球根とか作らずに 木が立ち上がっているベゴニアのことをこだちベゴニアと言います。でこの子たちは、えー、と南米、主に南米の亜熱帯地域に分布していますで。この子は寒さが苦手です。そして 多質が苦手ですで。この子たちの最大の魅力はこの芸術的な草間弥生さんの絵を思わせるような芸術的な葉っぱ。種類によっって葉っぱも 全然違うんですけどとにかくちょっと変わってるというか見て圧倒されるちょっと綺麗ですよね。でこの綺麗な葉っぱとお花もこの茎の間からヒューッてあの出てくるんですが。 シャンデリアのような豪華なお花を主につける品種が多いです。で色も白とかピンク赤オレンジいろいろでその中からちょっとグラデーションみたいにサーモンピンクだったりちょっと桃っぽいピンクだったりあのー。 色も微妙に種類によって違うんですがその色合いもあのグラデーションがかっていて綺麗です。でそしてですね四季咲きの品種が多いのも特徴で四季咲きというのは春だけ咲きますよっていうお花ではなくて条件が揃えば春でも秋でも 夏でも冬でもあの咲いてくれます。なのでお花がない時期でもお花をつけてくれます。で、この芸術的な葉っぱとその豪華なお花が全体像がとても綺麗なのであの好きな方がまたこれは多い植物になります。 この子たちはですねあのー、多湿多湿が嫌いなので乾燥気味に育てますで乾燥気味に育てるのでこのね葉っぱとか茎の中に水分が結構あるんですね水分を蓄えていますなので表面の土が乾いて23日経ってからお水をあげるぐらいで いいいと思いますで肥料も春と秋にあげていただいて夏と冬はあのお休みに入っているのでいりません。でですねあの結構多く勘違いされている方がいらっしゃるのであのお話ししようかと思うんですが。 植物が、あ、具合が悪そうと思った時に、肥料をあげなきゃって思う方が多いように思われます。具合が悪そうな時には、肥料は逆効果になりますので、あげないでください。でそういう時は、活力剤。 そうですね、例えばメネデールとかそういう活力剤を具合が悪い時にはあげてくださいねで肥料は健全な時元気な時栄養をちゃんとあの吸収できる時にあげるようにしてくださいこれはどの植物にも言えることですどの植物も同じで具合が悪い時に肥料は NG です 覚えてておいてください、はい、で冬もですね、えー、と寒さ苦手なので、えー、と冬は室内ですもともと室内に置いてらっしゃる方は1年を通して日当たりを好みますので日当たりのいい窓際に置いてあげてくださいねで10度以上だとお花を咲かせることがあります で5度までは耐えられるので5度ぐらいまでだったら、あのー、頑張って生きることができるので5度以上を保つようにしてくださいで外で変われるというか外で育てられる方は夏は多湿になりやすいので夏は半日陰風通しのいい半日陰に移してくださいね 春と秋は日当たりのいい外で大丈夫です。西日はやめた方がいいとは思います。で、冬は室内。それを覚えておいてください。なんとも、ちょっと、見ていて、あの、とても、こう、素敵だなって思うので、ぜひ、 この芸術的な小立ちベゴニア、育ててみてはいかがでしょうか